皆さんこんにちは。タロット占い師の真島亜紀です。今回はタロットカード大アルカナ2番のカード女教皇について解説していきたいと思います。ぜひ最後までご覧になってください。よろしくお願いします。さてタロットカード大アルカナ2番の番号が与えられたカード女教皇には一体何が描かれているのか、じっくり見てまいりましょう。まずは青い色がとても印象的です。青という色は天空の色、崇高なるものの象徴、宇宙の神秘などを表しています。そして左側には B の文字が描かれている黒い柱、右側には J の文字が描かれている白い柱、その柱の間には緊張した面持ちで青みがかった衣装に身を包み静かに座っている若い女性、彼女の頭上にはちょっと変わったデザインの冠、この冠はエジプトの女神イシスの頭飾りによく見られるデザインです。胸元にはソーラークロスと呼ばれる十字架、彼女の手元にはユダヤの律法書として知られる TORA トーラと書かれた巻物、左足元の三日月は中世の宗教画によく見られる構図です。彼女の背後、黒と白の柱の間にはザクロが描かれている垂れ幕がまるで後ろの風景を隠しているようです。タロットカードの最大の特徴は意味が絵で描かれているというところ。このちょっと神秘的で不思議な絵が描かれたタロットカード大アルカナ2番の番号が与えられた女教皇が表している意味とは何なのでしょう。まずは正位置の意味から参りましょう。冷静、真面目、清潔、品行方正、思慮深い、インスピレーション、第六感、繊細な若い女性ですね。そして逆位置ですが、逆位置の解釈でつまずかれる方、難しいと感じる方が多いようなので、まずはタロットカード逆位置の解釈のコツをお伝えしようと思います。逆位置だからといって意味も逆になるわけではありません。2番のカード女教皇が逆位置で出ているからといって、この若い緊張している女性が年配のだらしない女性にはならないということです。正位置はそのカードの本来持つポジティブな意味、逆位置はそのカードのネガティブな意味という感じになるんですね。ですから2番のカード女教皇の逆位置の意味は潔癖、神経質、極端な反応、思い込み、閉鎖的、情緒不安定、つまり繊細で真面目な女性が若いがゆえに極端な思い込みや言動をとってしまうようなイメージになるんですね。それではイメージをつかむために恋占いの場合2番の女教皇のカードがどんな意味になっていくのか見ていきましょう。彼はどんな人ですかという質問に対して、女教皇が正位置で出てる場合は彼は真面目で冷静、思慮深い男性です。そして逆位置で出てる場合は彼は神経質で固い真面目な男性だということになります。ここで気をつけてほしいのは正位置逆位置ともに彼は真面目な男性であるということです。次に彼は私のことをどう思っているのという質問に対して、この女教皇が正位置で出ている場合は彼はあなたを冷静に見ているようです。どんな女性なのかを観察している様子です。そして逆位置の場合はあなたのことというより、あなたを含むいろんなことを遠くからしらみしている様子です。あまり積極的ではない彼は自分の気持ちを表に出すのが苦手なんです。彼は自分の思いを表に出すことはしません。あなたのことというよりも恋愛という心の動きや異性である女性を冷静に見ている感じです。つまり彼は恋愛の対象にはなりにくい難しいタイプの男性と言えるでしょう。これからの恋の行方はという質問に対して、女教皇が正位置で出ている場合は熱い関係というには程遠いのですが、
お互いが良い距離感でのお付き合いが続きます。しかしさらなる進展は今は望めないでしょう。そして逆位置の場合は、残念ながらお互いに思いが少し冷めてきている様子です。お互いの気持ちを理解しようと歩み寄らなければ、この恋を続けていくことは難しいでしょう。この場合も正位置逆位置ともにお二人の関係に進展はなかなか望めない様子です。必要なことは心を開いてお互いに正直になれるかということ、それが大事になるでしょう。恋愛とは心が大きく揺れることです。怖がらないでお互いにこの縁に真剣に向き合う必要があるようです。いかがでしょうか。大アルカナ2番のカード、女教皇の持つ意味、正位置逆位置のイメージは掴んでいただけたでしょうか。最後までご覧いただきありがとうございます。いいね、チャンネル登録よろしくお願いします。